はい、どうも、セレストです。ホットダンスソウルニュースの時間です。まあ、ジャマイカの最新のニュース、えー、情報を知りたいんだったら、まずは、このチャンネル、ポチッと登録を押してください。毎週ね、えー、多い時で2回、週1回はニュースを伝えるんで、よろしくお願いします。ってことで、早速ニュース1つ目。えー、ショーン・ポールが、今までのコラボレーションの中で一番気に入っている楽曲を発表しました。 これはですね、インスタグラムの、えー、DJ の、えー、インスタグラマーがいるんですけど、その中でショーをやってて、その中でインタビューされて発表されたんですけど、えー、ション・ポール、今までいろんな人とコラボしてますよね。まあ、レゲエのみならず、ヒップホップのアーティスト、R&B のアーティスト。まあ、有名どころで言えばね、ビヨンセとかね、 まあヒップホップのアーティストでも売れてるアーティストかなりフューチャリングしてるんですけど一番気に入ってるのはリアーナとのコラボ楽曲ブレイクイットオフだと明かしましたこれ知ってますかね2000年代後半に出た曲なんですけどえー、ドレどれえー、ドンコルレオンのプロデュースでかなりヒットしてこれビルボードでもね、えー、9位を記録しましたでねえー、この コラボレーション実現のために、こう、リアーナをね、ジャマイカに呼び寄せて、スタジオ見学させたり、えー、観光させたりしてね、今日ジャマイカをセジャマイカでリアーナを接待したみたいですね。はい。で、まあ、やっぱショーンポール、今までコラボの中でもやっぱリアーナを選んだってことで、やっぱリアーナはすごいなと思って改めて、リアーナやばいなみたいな感じで。 でね、このブレイクイットオフはね、リディムでも、えー、ボイスメールと、あとはね、バ、えー、イブスカーテルとか、えー、ドンコルレオンも歌ってるやつもあるんで、まあ、この一例もう一回聞き直してみてはどうでしょうか。はい、次の話題。次は、えー、ジャマイカの人気プロデューサー、ノットナイスが破局しました。でその破局した相手っていうのがね、えー、ポップコーンの、えー、妹か姉かわからないですけど、ポップコーンの兄弟の え、女の人と付き合ってたんですね。で、子供もいるんですよ。その人の間に。だけど、えー、関係性が優れなくて、とうとう破局してしまったみたいです。でね、えー、その破局した女の人は、えー、今ね、ポップコーンのマネージャーやってるみたいですね。はい。まあ、ノットナイスっつったらね、カーテルとポップコーン引き上げた第一人者ですよ。あの、やっぱりね、2000年代前半から、 中盤にかけての勢いはね、すごかったです。でもね、やっぱり、そこら辺の音でね、すげえ、音が悪いやつっていうのが結構あるんですよね、楽曲で。ギャングスターシティリディムとか。だからね、リマスターで僕はもう一回出してほしいんですよね、ノットナイス。そ、そこら辺のリディム一連。やっぱりね、音が悪いとかける気になんないんですよね。最近、最近というか、 これ好きだけど、もう音クソすぎてかけれないなって思うのは、バイブスカーテルの JL4Me、えーーー、バビロンセ j ォ m e ってあるじゃないですか。あれね、カーテルの曲だけめっちゃ音悪いんですよ。悪いどころの話じゃないです。もうね、今まで聴いたレゲエの楽曲の中でダントツで一番音悪いです。だけど結構ね、DJ の人結構かけるんですよね。 めちゃくちゃ音悪いんで聞いててすっげー不愉快なんですよね。低音も全然鳴ってないし。でもあれ、ボイスメモとかで多分撮ったんじゃないですか、あれ。それぐらいのね、音の悪さっすよ。だからそれ含めね、全部、まあ、JL4Me ってノットナイスかわかんないですけど、n ノットナイスで音質悪いの結構あるんですよ。それね、もう一回リマスターで出してほしい。で、えー、ノットナイスとねいや、ポップコーンの兄弟が付き合ってたって、 ことで、ダンスオールカップル、他にもいないかなってことで、僕が知ってる限りは、えー、ウェイン・マーシャルとタミー・チンですね。で、この二人は、YouTube でカップルチャンネルやってるんですよ。で、そちらもチェックしてみてください。まあ、クソつまんないんですけど、まあ、気になる人は。なんかね、恋愛の相談に乗ってたり、ライフスタイルを公開したりして、まあ、クソつまんないんですけど、 まあ、あ気になる人は見てください。ということで、二つ目の話題は、こんな感じ。はい、次の話題は、リアーナが新アルバムを発表します。ただこれね、あの、いつ出るかはまだ分かってないんですけど、なんでこのダンホットダンスオールニュースでこのことを言ったかっていうと、まあ、リアーナっのは R&B のアーティストですから、まあ、ジャマイカのレゲエの話題ではないんですけど、 なんでこの話題を出したかっていうと、このアルバムはレゲエダンスオールのアルバムになるらしいです。え、アルバムのね、えー、タイトルが R9 っていうのになるんじゃないかって言われてて、実際ファンもね、えー、いつ出るんだと待ち望みしてて、まあ、インスタとかで、え、ライブやってもみ、ファンがこう R9 のアルバムどうなってんだみたいな、めちゃくちゃ聞いてるみたいな。そんな感じでもう、リアーナつったらもうこのアルバムで、 話題持ち切りになってるんで、すよでこのアルバムはね、もう結構前から作られるって言われてて、全然出なかったんですよね。もう4、5年前から、えー、リアーナがレゲエのアルバムを作るっつって、制作ももう取り掛かってるっつって、出なくて、どうやらね、今年出るみたいですね。ただ、このアルバムって、えー、レゲエ界にとってものすごい重要なアルバムなんですよ。 ただ単に、えー、レゲエダンソールのアルバムっていうことじゃなくてですね、実際ね、えー、ジャマイカって、えー、人口が200万人しかいないんでこう、世界的なヒットを自力で出すことができないんですね。例えば、えー、レゲエの完璧なアルバムを作ったとしても、200万枚しか売れないわけですよ。はい。 じゃあ何が必要かって言ったら世界的なインパクトが必要なんですよ。ってことでリアーナですよ。ここで一発ね、でかいものを落としてくれればもしかしたらレゲエがまたブームになるかもしれないじゃないですか。一番近いレゲエブームだと2003年だと思うんですよ。ショーン・ポールとか、えー、ウェイン・ワンダーとか、ディワリとかがね、えー、ビルボードに 入って、世界にインパクトを与えて、こういうのが流行ってるっていうのが世界に知られて流行ったわけじゃないですか。で、それがね、またね、このアルバム次第では、僕、起こる可能性もあると見てます。はい。で、かなり重要だと思います。霊芸界にとって。で、なおかつ、まあ、これまだ確定情報じゃないんですけど、このアルバムに、えー、ダンスソールのアーティストが招集されるんじゃないかって言われてます。 で、このアルバムにフィーチャリングで入るって言われてるのがポップコーン。ポップコーンが入るんじゃないかっていうのがかなり噂されてますね。まあ、これまだ噂段階なんでわかんないんですけど、どうやらリアーナがかなりポップコーンにインスピレーション受けてる。で、気に入ってるっていうみたいなんで、どうやらポップコーンかなり、えー 来るんんじゃなななないいいかかかっていうかなりの確率ででまだ分かんないですけど、ね、このアルバム本当に一切謎なんですよ。情報が全く漏れてない感じなんで。はい、今年多分出ると思うんで、皆さんも期待してみてはどうでしょうか。次はまた悲しいニュースですね。マ、えー、バドの母親が死去いたしました。最近ね、もうアーティストとかが え、死ぬニュースが結構続いたんですけど、今回はね、えー、マワドのお母ちゃんが亡くなっちゃったってことで、これね、病気じゃなくて突然体調が変化して死んじゃったらしいですね。まあそれで、まあ、マワドの地元はカサバっていうところなんですけど、カサバピースはすごい悲しみに包まれてるらしいです、今。はい。でね、 えー、マバドの息子が今裁判やってるんですけど、判決がね、3月19日に出るんですよ。まあ多分、終身刑だと思うんですけど、立て続けにね、母ちゃんが死んじゃったってことでもう、マバドも精神もうぐちゃぐちゃだと思うんですけど、はい。でね、えー、マバドはね、もう結構お母さん思いで、3年前の、えー、ママという曲があるんですけど、 そこでもね、えー、あなたの息子であることを誇りに思うっていうことを言ってるんですよ。だからね、えー、まあ、インターネットとかで、インスタとか、えー、いろんなところでライブ配信してる人はもう、黙祷の意味を込めて、マバドのママをね、かけてほしいですね。はい。でね、先月はね、シャバのお母さんが亡くなったんですよね。シャバランクスの。デクスタダップの、デクスタダップスの、 シャバマッドポッドでも歌われてるシャバの母ちゃん。でね、えー、去年はね、いろんなアーティストのお母さんが死んでるんですよね。ビーディマンだ,だったり、センシーヤだったり、えー、あとはね、えー、人気ダンサーのダンシングレベルのお母親も亡くなってて、結構悪い流れが続いてるんですよね。うーん。まあ、えー、 ま、今、最近は、あの、悪いニュースばっかりなんですけど、まあ、時期にね、いいニュースも入ってくると思うので、今後期待していってくださいって感じで。まあ、今週はこんな感じで。でね、えー、登録者数が100人行くみたいなんで、えー、深掘り動画あげたいと思います。で、今回の深掘り動画は、レゲエの疑問。レゲエの疑問について、えぇ、ー、いろいろ深掘っていきたいと思います。 これね、別にね、あの、ヒップホップとレゲエの違いは何とか、レゲエってどうやって生まれたのとか、そういうふうなことじゃなくて、もっと踏み入った、例えばね、えー、ファンデーションはなんで頭からかかるのかとか、あとはね、えー、なんでパソコンになってからそういうファンデーションってかかりにくくなったのとか、あとは、まあ、日本人ってなんであんまかかんないのとか、そういうね、レゲエの疑問、そういうふうのを深掘っていきたいと思います。ってことで、 えもし面白かったら、Twitter とか Instagram で何でもいいんで、これを広めてください。で、えー、コメントも気軽に、高評価もお願いしますってことで、さようなら。